最上階にはヘアサロンやこちらのパウダールームが設置されていて、商品を試すことができます。渋谷駅近くにオープンした店では、 SNS で話題の韓国コスメやドラッグストアでは珍しい高価格帯の化粧品、美容家電などが販売されています。商品を提案してくれるデジタル機器も店内に複数設置されるなど、体験を重視した作りです。渋谷の街というようなところを考えるとですね、化粧品を中心にニーズが高い。渋谷は大規模な再開発が進み、若者離れも指摘されていますが、この店では美容の流行に敏感な若者を中心に幅広い客層を狙っているということです。